ニクラス・モイサンデルは、フィンランド・トゥルク出身のサッカー選手。マルメ FF 所属。ポジションは DF。フィンランド代表。双子のヘンリク・モイサンデルもフィンランド代表でプレーしている。トゥルンパロセウラでキャリアを始めた。2003年に、アヤックス・アムステルダムへ移籍するまでレギュラーとして9試合に出場した。その後、 双子のヘンリクと共に、アヤックスへ下が在籍した3年間は、エール・ディビジでプレーすることができず、ユースやリザーブチームでプレーしていた。2006年に2部の FC、ズボレー移籍。ここでは、レギュラーとしてプレーし、75試合の出場で5ゴールを記録した。2008年7月1日に、AG ・アルクマールへ移籍した。 2008から09シーズンに28シーズンぶりとなるリーグ優勝の歓喜を味わった。2011から12シーズンは首相に選ばれた。2012年8月21日に6年ぶりのアヤックス復帰が決まった。2015年3月25日、2015から16シーズンから UC サンプドリアへ移籍することが決まった。2016年7月9日、 ベルダーブレーメンと契約。加入後チームキャプテンを務めるなどチームを牽引した。ものの、2020から21シーズン終了後に退団した。2021年7月1日、丸目 FF と契約した。2008年5月29日のトルコ代表との親善試合で A 代表デビューをした。2009年10月10日、2010FIFA フフワールドカップ。 ヨーロッパ予選のウェールズ代表戦で代表初ゴールを決めた。これが決勝ゴールになり2から1で勝利した。2011年からはチームのキャプテンを任された。2009年、スポーツスクールで兵役の訓練を受けた。2009年、フィンランド国防軍2軍に所属する今年の選手に選ばれた。モイサンデリン・アルクマール・ジュリメ・メスター・タ・ハット。 ニックレス・モイス・アンダー・サイル・アッツ・アミュークセン・オスワキシンホロニサ、ハット・サンプ・ドリア、アヤックス首相の来期加入を発表。二部降格の、ブレイメン、首相と副首相の対談を発表。キッカー、日本語版。2021年5月31日閲覧。マルメ FF、ニクラス・モイ・サンデルの獲得を発表。キッカー、日本語版。 2021年7月2日閲覧。ハカジラアペティベーニュースパラウズタークキアバッシュタン。ハットフィンランド2-1ウェールズハット。ハカジェットサイウーデンキャプテニュンハット。モイスアンダーアルメジャスタハージョイ中キサインハット。ニックレスモイスアンダーオンバデン2009。ベルスミレザーヘリージャ。ありがとうございます。